9月6日、松山市一坪西町の松山競輪場サイクルパークで、ミキャンサイクルスクールが開かれました。これは子どもたちに自転車に乗る楽しみを感じてもらいながら、交通ルールやマナーを学んでもらおうと、県内各地で行われているものです。小さい頃からですね、こういう交通ルールであるとかマナー、こういうところを学んでいくとですね、大きくなってドライバーになった時にもルールの必要性、マナーの必要性を感じ取っていただいたらなというような趣旨で開催しています。スクールには目的に応じた2つのコースが用意されており、この日は自転車に乗れない子どもを対象としたバンビーのクラスが開かれ、抽選で選ばれた25人が参加しました。最初に紙芝居で自転車に関する交通ルールを学び、補助輪を外して左右の確認、まっすぐ走る、ブレーキを使ってしっかり止まるといった基本の動作をスタッフから教わりました。子どもたちは慣れない自転車の操作に悪戦苦闘しながら、バランスよく走れるよう何度も練習を繰り返し、一本橋や段差などにチャレンジしていました。楽しいし、ここに来てよかった。今日一番楽しかったことはどんなことかな。コーチがいいよって言ってた山の、あの大きい山のところ。乗れるようになったかな。うん、めっちゃ今日楽しい？どんなとこが一番楽しい？自転車の迫力。迫力？うん。どんな迫力？ガッタンとかなったりするし、ぶっ倒れても楽しい。楽しい？うん。どう？自転車楽しくなった？うん。もっと乗りたい？子どもの頃からですね、そういう安全に楽しく自転車を楽しんでいただいて、で、サイクリングを楽しんでいただく、で、大きくなって車に乗るようなことがあったら、そういう自転車にも配慮した運転をぜひ心がけてほしいなというふうに思っています。およそ2時間の練習で、多くの子どもたちが補助輪なしで自転車に乗れるようになっていました。最後には記念品をもらって笑顔を見せた子どもたち、自信を深める良い体験になったようです。